とにかくまた戦いたいっていうのだけをもう、目標にして、やっと体調が良くなって、本当に大切な人を亡くして、そこからまあ何もやる気が起きないというかっていう期間はあったんですけど、やっぱりジムに行けば本当に頑張ってる仲間がいるっていうのがやっぱり僕にとって大きくて、その姿があったから僕はこう諦めないで、どうしても復帰してやろうっていう気持ちになれたのかなと思います。KO しかないっしょ、もう倒すしかないっすね。そこをみんな求めてるから、もう倒しに行きます。互いに倒せる軽量級、大臣初参戦です。左のインローを放っていきました川原です。左ハイキックにつなげますが、その間にパンチは袖の方です。フェイント蹴りから右のストレートでした。じゃあ右一撃、失神系帰ってきた袖の高木。1ラウンド4分05秒完全に意識を飛ばしました。袖2年間いろいろあって、ね、みんなここにいる、会場にいるみんなも、まあ人生うまくいかないとき、辛いとき、たくさんあると思うんですけど、一緒に頑張りましょう。応援ありがとうございました。そして最後に骨髄バンクに、協力してくださった方々、全ての人に感謝いたします。ありがとうございました。曽谷選手の今後の戦いにぜひご期待ください。よかった、よかった、あーよかった。いやーもう仲間が本当に、家族じゃないですけど、家族より合ってるので、もう10年間毎日それで、まあそんだけ喜んでくれるっていうのは本当に嬉しいことです。最高の規制でした。はい、最高です。ありがとうございます。